ハイブリッドエレクトリックトレインはフィリピン国鉄の通勤系機動車である。フィリピン発のハイブリッド式の鉄道車両であり、フィリピン科学技術省により開発された。本車両の開発はフィリピン科学技術省の金属工業研究開発センターがフィリピン国鉄との業務提携で行われたプロジェクトである。ハイブリッド式の鉄道車両は2012年に考案された。 翌年に設計や車両メーカーの入札が行われ、車両製造はバス車体などの製造を手掛けるフィル、アジアオートモーティブインダストリーズが担当することとなった。車両は2014年から2015年にかけて製造された。2019年6月20日にフィリピン国鉄への引き渡し式が行われ、7月をめどに営業運転を開始する予定であると報じられたが、 未だに営業運転のめどは立っていない。本車両の開発にあたり、科学技術省は様々な分野から技術者を集め、フィリピン国内で設計、製造が行われた。なお、主要機器類はフィリピン国外から輸入品である。科学技術省開発の国産鉄道車両は、ビクタン AGT やフィリピン大学ティリマンコー AGT 向けの案内機常識電車についでに例目となる。 列車は5両編成で、そのうち1両は電源車となっており、乗客は利用できない。車体は難攻性で、塗装は水色。透析対策として、先頭車前面、側面窓には金網が設置されている。また、電源車はつま面にルーバーがあり、屋根に排気口がついた構造となっている。他のフィリピン国鉄の車両とは異なり、12メートル級。 片側一扉の短い車体とし、床下カバーがある。車内は白色を基調とし、座席は水色の FRP 製、ロングシート、床材は灰色系としている。また、車内設備として、冷房装置、液晶ディスプレイ、防犯カメラ、スプリンクラーなどが設置されている。電源車の機械室内には、ディーゼル発電機と260個の鉛蓄電池が、 設置されている。客用ドアは引き戸式。なお、電源車のみドアが異なっている。床面はホームと大きな段差があるため、上行口にステップが設置されている。本車両ではシリーズハイブリッド方式と呼ばれるシステムを採用し、ディーゼル発電機と蓄電池は各機器へ電力を供給する電源として用いられる。立行時には蓄電池または ディーゼル発電機からの両方の電力を使用して VVVF インバータ装置により VVVF インバータ制御で主電動機を駆動させる。制動時には回生ブレーキにより主電動機から発生した電力を VVVF インバータ装置を介して蓄電池に充電する。台車は韓国、ソンシン RST 製で軸は腰磁気口に積層ゴムを用いるシェブロン式である。 主電動機は一台車につき1機搭載されている。ありがとうございます。